歌舞伎町シンスユーフィオーレタコタコオイオイラー六本木ラウンジバーペルルの六本木の鈴木誠也です。出場のきっかけですか？簡単ですよ。前回ボロボロに負けたんで、今回はパワーアップして宴初勝利をつかみ取ろうと思ってやってきました。いや、ちょっとシカゴカブスいたんですけど、まあちょっと怪我しちゃってなかなか調子上がらなかったんで、まあ、今回ちょっと六本木のバーで働いてるんで、まあなんか宴っていう大会あったんで、ちょっとそれ出ようかなと思って来ちゃいました。どんな人なんですか？対戦相手が、はい、六本木のペルルお店の六本木の鈴木誠也さん。鈴木誠也、俺カープファンなんですけどいいんすか、こんなこと言って。ちょっとお前ら見てみろよ、こいつ。俺とこいつどっちが強そう？ちょっとせーので指さして、いくよ、せーの。え、いやー、今メジャーのホームランランキング1位のヤンキースのジャッジに比べたら大したことないっすね。まあ前回は秒殺されたんで、できるだけ長く血湧き肉踊る戦いを皆さんに見せれたらと思ってます。ちょっと日本語難しかったかな、翻訳して。1秒でも長くリングにいたいということです。恥ずかしい。なんかタコタコホイホイとかいうピッチャーらしいんですけど、いや、なんかメジャーでも、まあ、マイナーでも聞いたことないんで、なんかどこの草野球チームの人間かなって感じですけど、まあ全打席ホームランで勝ちます。格闘技の大会です。ホームラン打ちます。必殺技、新技です。見ててください。タコタコ千手観音。あ、もうバットでぶん殴って一撃ですよ。反則です。あ、すいません。まあ当日はね、強力な助っ人も一緒に入場してくれるんで、その圧でプレッシャーで相手を潰して僕が勝っちゃいます。助っ人って誰だよ。一人で戦えねえのかよ。一人で戦えよ。なんだよ、格闘技やめちゃえのに。見損なって。俺のせいやでホームラン打ちゃうぜ。コヒー、俺が主役、俺が主役。青コーナーシンスユーフィオーレタコタコホイホイ選手、赤コーナーラウンジバーペルー六本木の鈴木誠也選手の入場です。
ラウンド1。さあ行きましょう。こちら決定ルールで行われます。さあですね、序盤から激しい、激しいですよ。ご協力いただきありがとうございます。